てわずか50年になってまいりましたが、ああ今はもう長寿社会で70、80、90、100だってなザラになってまいりましたが、こんちは、いや誰かと思ってたらあったんじゃないか、まあまあこっちはばれ、ちょっと明かしてもらいますんで、何か用かい、ちょいと聞きたいことがありましたね。なんだい聞きたいってな、伊勢屋の旦那なんですけどもね、また死にました。なんだい、これで3度死にましたね。なんだ3度死んだってな、人間一度死ぬってとそんな二度三度も死ぬもんじゃないよ。はあ、そうじゃねえんすよ。ああ、この足の言い方悪かったね。まあ、一人の旦那が三度死んだってわけじゃありませんでね。順を追って話をするってと、伊勢の先代の旦那。この人はいい人でしたね。どれほど人を助けたかわかりませんよ。仏の伊勢屋とあざさると結構な人でね。私も随分と面倒を見てもらいました。その先代の大旦那が亡くなりましたね。あそこは一人娘なんすよ。向こう大人の客になってるね。お婿さんもらったんすよ。いい男でした。鼻筋の通った、色の白い、役者にしたいようないい男。で、あそこのお嬢さんはね、綺麗な人ですからね。婚礼の時並んだとこなんか、一対の皆様ですよ。で、婚礼を無事済ませる仲睦まじい、この見て安心をしたものか、先代のおかみさんも亡くなりました。うん、若夫婦がいなりましたよ。ああ、ところがあそこの店の番頭はね、しっかり者でますからね。店の方は万事番頭が知っている、若夫婦はなんにもすることはないですね。毎日いいなりをして、うまいもの食って、ブラブラ遊んでればいいというような結構な身分だね。うん。で、まあ世間の連中も、ああ、よかったよかった、なんか娘ちってんで喜んでたんですよ。ところがね、そのお婿さん、そっち来そう。と痩せてきましてね。寝込んで、あれよあれよという間ですね。半年経つか経たないうちに死んじゃったんですよ。それが気の毒だったな。いやー気の毒だったらしませんよ。惚れて一緒になりましたからね。どれほど泣いたか分かりませんね。と言ってもらいは年頃済ませまして、二度目のお婿さんでございました。もらったんですよ。二度目のお婿さんもみんなそう言ってましたね。今度は大丈夫だよ、骨太だからと言ったらね、この骨太がそのちけそと痩せてきましてね。寝込んであれよあれよという間ですね、二度目の旦那も死んじゃったんですよ。うん。で、三度目のお婿さんになりました。もらったんですよ、三度目のお婿さんを。みんなそう言ってましたね。今度は大丈夫だよ、三度目の正直だからといった誰かがね、二度あることは三度ある、そんなこと言うんですよ。三度ありましたね。で、三度目の旦那が夕べ死んだから、あ、これで三度死んだと。そういうことか、いきなり三度死んだってから驚いちまうがな。で、何が聞きたいんだい。へえ、これね、あしはね、その弔いに行かならないんでね、向こうの遺族ってですね、向かって言うやつあるでしょ、なんかこう、向かって言うやつですよ、弔いに行かの言うやつ、ね、なんだっけな、嫌味。なんそう、嫌味ってのは、弔いで嫌味よってどうするんだよ。それを言うなら、悔やみだろ。そうそうそう、なんでも闇がつくんじゃねえかなと思ってね、悔やみなんてのはどんな具合に言えばいいんですかね。おお、悔やみか。悔やみだってのはね、大概決まったもんだ。いいか、あっちゃん、向こう行ったらね、手をついて深々とお辞儀をして、こうたびはまこと情けはなんとか、ああ情け
助は人のためならず巡り巡りて己が身のためなんという石前の家に余計ありなんてことも言う。そう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 、いいことをした旦那の一人娘、目の中に入れても痛くないというような可愛かった娘さんがね、その幸せになるのは当たり前ですけどね、どういうわけなんですかね。ああそうかそうか、お前さんが世話になった旦那の一人娘さんだから幸せになってもらいたい。そうなんですよ、幸せにならないんですよ、不幸が舞い込む二度三度ってんですよ。どうなってんすかね。いや、どうなってんですかね。だってそれは私に聞かれてもそれは困るよ。困るよなんて言わないでさ、どういうわけで林か年の子で察してくださいよ。おお、そうかそうか、年の子で察する。そのじゃあお嬢さんっていうのかい、いくつなんだい。ね、確かね、28でしたね。28、若く見えるかい。若く見えますね。当人が23でございますと言っちゃうと23でも通るんじゃないかなというぐらいね、若く見えますね。で、器量はどうだい。これがね、いい女なんですよ。ああ、いい女なんだ。いや、そうじゃねえですよ、いい女なんですよ。いや、だからいい女なんだろ。いや、そうじゃねえですよ、いい。分かった分かった、まあ、それぐらい言うぐらいいい女は。そうなんですよ、その隠居さんみたいね、なんか話すだけでもってね、いい女、値打ちがありませんけどもね、グーいい、それぐらい本当もうね、いい女なんですよ。おお、そうかそうか、それだな。なんです？年が若くて器量がいい、これだよ。お婿さんの短命のもとは、なんすその短命ってな、短い命と書いて短命、まあ早死のことだな。はっ、なるほどね。じゃあ長生きは、まあ、長命とでも言うだろうな。じゃあなんすか、年が若くて器量がいいって言うと亭主は早く死んじゃうんすか。まあまあまあ、そうだな。どういうわけなんです。どういうわけなんですって、ハッツァンな。だろ。な。どういうわけなんだよ。わからないで返事してるのかい。まあ早い話がな、過ぎるんだよ。過ぎるんだよ。食い過ぎですか。いや、食い過ぎじゃないよ。食い過ぎでなく過ぎるといえば、あ、寝過ぎだ。そう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 、おつなこと言うな、お前さん。寝過ぎは毒だろ。それは寝過ぎは毒ですよ。人間ね、寝てばかりというとね、体が治ってきますからね。こうたまにこう鍛えてね、こう体もね鍛えなきゃいけませんからね。じゃあですか、寝過ぎてのこう体が治ってだん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 弱って、それで死んじゃうんすか。そうじゃないよ、一人寝るのは寝るんじゃないよ、枕担いで横に立つってだろ。あ、立って寝てたんすかね。いや、そらくたべるでしょうね、足が棒のようになって。馬じゃね、片手寝やしないんだろ。その動作、昼のタンスの感化なり、新婚は夜することを昼もするなんてことを言うだ。何をするんですか。何をするんですか、ハッツァン。何よりも蕎麦が毒だと医者が言ってね。あ、蕎麦が毒なんすか。あ、じゃあうどんにすればいい。いえ、そっちの蕎麦言ってるわけじゃない。お前さんの夫婦仲がいいってそう言ったね。そうなんですよ、3人が3人ともね仲良くてね、何するでも一緒かい。そう、さっきも言った通りね、店の番頭が仕切ってますからね、2人はもう何もすることないですよ、ね、だから買い物だ、芝居見物だ、散歩だってね、離れたことがないってくらいね、のべつと一緒ですよ。おまんま食べるのだい。これも2人っきりだね、女中さんが運ぶんですよ。運ぶってとずーっといなくなってね、2人っきりになってね、こうなんかおままごとみたいなもんですね。こうご飯をねこうよそってあげますよね。あなた、あなた、この朝からのね、柔らかく煮えてんのよ、あんしてちょうだい。あ、入った、よくカミカミして。
食べ物を口に運んでやると短命ですかね。そうか、食べ物を口に運んだ時に箸の音をつついて、そんなことしやしないよ。そんな乱暴なことするわけないだろ。いいか、ハツさん、ね、だからここご飯をよそるだろ。ええー、そうなんですよ。これだよね、ご飯をよそってあげる。手渡しをすれば人情だ。指と指が触れる、手と手が触れる、吸い付きたくなるような白い肌だ、ハツさん。短命じゃないか。え、これで死んじゃうんすか。どういうわけ、どういうわけでいいか、ハツさん。だからこうご飯をよそってあげるだろ。手渡しをすれば人情だ。指と指が触れる、手と手が触れる、吸い付きたくなるような白い肌だ、ハツさん。短命じゃないか。いや、ここまで来ると分かんなくなっちゃうんですけどもね、これ。これどういうわけ、どういうわけでいいか、ハツさん。だからこうご飯をよそるだろ。はぁ、ずいぶん食べるんですね。いや、そうじゃないよ。いや、向こうはおかわりしてるわけじゃないんだよ。お前さんが分かんないから、私は同じこと何度も何度もやってるじゃないか。いいか、ハツさん。だからご飯をよそってあげるんだ。え、手渡しをすれば人情だ。指と指が触れる、手と手が触れる、吸い付きたくなるような白い肌だ、ハツさん。短命じゃないか。そうか、指の先からこうバイキンがついてバイキンだったじゃない。いいか、ハツ。もうこれっきりだ、いいか、ハツ。もう最後だ。ね、もう疲れた、私は。いいか、ご飯をよそってあげるんだよね。手渡しをすれば人情だ。指と指が触れる、手と手が触れる、吸い付きたくなるような白い肌だ、ハツさん。ね、で前を見るってと、振りつきたくなるようないい女がいて、周りには誰もいない、二人きりだ、ハツさん。二人っきり。どうするお前さん。え、ここでママ食べるかい。え、どうするよ。なんすか、なんすか。こんななってて、前を見るってと、いい女がいて、周りには誰もいない、二人っきり。冗談言っちゃってください、さん。こんなとこで飯食うバカいませんよ。お膳とかして布団を敷いて。そう。あ、触れてるのこればっかりじゃないんだ。え、こんななって。いや、形をどうだっていいよ。なるほど、なんだ。それが過ぎるんですか。なんだ、それはそうだ。早く吸ってくれ。こっちは勘がいい方だ。嘘をつけやがれ。勘が悪い方だよ。鈍い方だよ。なるほど、なんすか。それが過ぎる。あ、過ぎるね。あ、なるほど。ゲソッときましたか。わかりました。いや、聞いてみなきゃわからないね。いや、これ短命だね。ゲソッときたからね。おかー、今蹴った。おかんない。普段から自分でよそって食べてんだろ。大した稼ぎもないくせに。どっ
っととよそって早く食べていけ。心をかけな号令を。いや普段はやってるよな。普段はやってるけどまあ今日だけでいいんだから、ちょいちょいそんなんよね。おめえだって俺の養母なんだから。もうなんだろうね、今日に限ったこと。もう分かった、今日だけだからね。もうほんとなんだろうね、本当にも今日に限ってさ、よそってくるなんて本当には。よそるよ、よそれんじゃろ、それ。まあ今日だけだからね。よいしょ、ほら。お前しゃもじ使わなかったろ。なんだいこれは。いいじゃないか、お茶碗にご飯が入ってるんだからね。しゃもじ使わずこびりついて洗うのめんどくさいの。いいだろ、お茶碗にご飯が入ってるんだから。ほら、ほらくそ。なんでほらだか。こういうのお前手渡しを、手渡しを、手渡し、手渡ししてもらいたいの。じゃあほら渡してやるよ、ほら。